ジェフ・ハンガートナーは、テキサス州ヒューストン出身のアメリカンフットボール選手。NFL のカロライナ・パンサーズに所属している。ポジションは、センター、ガード。高校時代には、州のプレイオフに2度出場した。また3年時には、州のセカンドチームに選ばれている。テキサス農工大学では36試合連続で、先発センターを務めた後、4年時にタックルに、 コンバートされて12試合に先発出場した。この年シビッグ12カンファレンスのファーストチームに選ばれ、フラボールにも出場した。2005年の NFL コンバインにおける、ワンダーリークテストで47点を取った。NFL ドラフト5順で、カロライナパンサーズに指名されて入団した。1年目の2005年は、ジェフ・ミッチェルの控えとなり、スペシャルチームでプレーした。2006年に、 ジャスティン・ハート・ウィグが開幕戦のアトランタ・ファルコンズ戦で故障したため残り15試合でセンターとして先発出場した。2007年はジェレミー・ブリッジズの代わりに終盤4試合で右ガードで先発した。2008年は左ガードのトラベル・アートニアセンターのライアン・カリルの代わりとして8試合に先発出場した。2009年2月28日 バッファロービルズと4年間1000万ドルで契約を結んだ。2009年には全試合で先発出場。2010年も12試合で先発出場を果たした。2011年シーズン開幕前、エリックウッドとセンターのポジションを争い敗れた後、開幕直前の9月3日、チームから解雇された。9月5日、カロライナ・パンサーズと契約。 右ガードとして16試合に先発出場した。シーズンオフにチームと再契約を果たした。2013年8月1日、パンサーズから解雇された。パンサーズの先発右、ガード、クリス・スコットが負傷。控えガードのジェフ・バイアースが故障者リスト入りしたことから、11月5日に、パンサーズに復帰した。ありがとうございます。